はようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔と、もう一人この人です。はい、私が海坊主です。今日普通ですね。違うんですよ、あのね、はい、最近お腹の先週ですかね、大丈夫ですか、先週半ばぐらいから、はい、まあどうなんか、まあ、これなんだろう、あんまり広げない方がいい話ですか。だからもう言ったら、ウォータークローゼットさんとね、はいはい、もうお手洗いさんとまあずっと友達なんですよ。あやまあ、で、はい、大輔さんよくね、はいはい、自動ドアですとか、ええ、まあそういった人感センサーのこうライトに反応しないということがよくあるじゃないですか。はいはいはい、私そうなんですよ、全然反応してくれないんです。でなんかトイレの電気とか、そうなんですよ、最近人感センサーのお手洗い増えたでしょ。、うん、ね、座ってる時に、うん、いきなりパッて消灯するんです、周り。で、まあなんか動いたりとか、その時にそうなんですよ、うん、ヒップホップ的な動きをします。僕もね、全然僕はどちらかというと反応する派なんですけど、はい、この間は本当にね、30分もうお腹がやばすぎて、うん、30分以上こもってたんですよ。ありゃ1時間近くかな、うん、したら僕初めてパーって消えて消えました、消えました、消えました、おめでとうございます、ありがとうございます。消えました。で僕はね、お腹がすごい痛いので、はい、もううんってうなりたいぐらい、うん、うなりたいぐらいですよ、うん、で、うん、もう本当にやばくてうなったんですよ、うなった瞬間消えたんですよ、うーんってなった瞬間にバッと消えて、で漆黒の闇、漆黒の闇ですよ、はい、で漆黒の闇でうーんってうなってんすよ、でそしたら誰かが入ってきたんでしょうね、はーはーはー、コツコツってきて、入ってきて、うん、暗闇の中僕はうなってるわけです、うーん。で、はい、そしたら入ってきた人が、はい、なりますわな、なりますよ、暗闇の中で、うーんってなってクライマックスですよ、もう怪談話の、うーんってなってて、コツコツ、あっってなってパッて電気がついたんですけど、まあだいぶびっくりされてましたね。そりゃそうだね、で僕は恥ずかしくてまだ出れなかったですけどね、うん、その人が去るまで出れなかったですけども、ね、まあちょっと夏の終わりにちょっとした怪談話が、トイレの海坊さん、トイレの海坊さんがだからもう怖い話をその人に提供できたのと。そうだね、夏の終わりにね、夏の終わりに。それさあ、うん、トイレのあの人感センサーやめようよ、あれは。なんかそう感じ方もうちょっと変えてほしいですね。ねえ、動きだけじゃなくて、うん、なんかもうちょっといることをね、だってさ、うん、トイレで動かないことの方が多いじゃない。そうですね、座っちゃったりしたり、あるいは男性の場合だって、はい、ね、直立不動の時だってそうですあるでしょ、うん、あるですね、ね、ほんの30秒ぐらいかもしれないけども、だからその人感センサーをね、うん、なんかもうちょっとなんか体温で感じるとか、うん、なんかいるだけでも反応するみたいな風に変えてもらえると、ね、怪談話も聞いてくると思うんですよね。そうだよ、ね、トイレの海坊さんだの花子さんだの増えるよこれから。きっとトイレの花子さんだってそういうことの積み重ね、奇跡的ないろんなものがタイミング的に重なって生まれたのかもしれないですから、うんうん、トイレの海坊さんだって今回それですからね。そうだよね。うめき声が、うめき声が開かずの扉から、うん、真っ暗な中からうめき声が聞こえるぞと、ぜひトイレ業界の皆さんご検討ください。そしてお食事している皆さん大変申し訳ありません。さあ、今日は別の意味での怖い話になっているのじゃないでしょうかね。ノースアイランドニュースから参りましょう。ノースアイランドニュース。おはようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドニュースです。おかげさまでノースアイランドは放送通算500回を突破。記念企画として4年ぶりにキングオブ秘境駅小幌駅へ挑んでいます。豊浦町にある JR 室蘭本線の小幌駅は両サイドをトンネルに囲まれており、列車以外で到達することが大変困難な駅です。
2011年に一度そこを訪れた山田大輔と海坊主、崖からの転落寸前の状況や海坊主さんが蜂に襲われ断末魔の叫びを上げるなど、ノースアイランド史上最も過酷なロケとなりました。では伝説となった海坊主さんの叫びをどうぞ。どうですか。先日のニュースによると、この小幌駅が10月末で廃止となる方針が JR 北海道により発表されましたので、おそらく今回が最後の小幌駅ロケとなりそうです。では今日も海坊主と小幌駅と題して、キングオブ秘境駅である小幌駅を丸々に例えたらというテーマで海坊主さんにお話を伺っております。テーマはこちらです。小幌駅をお寿司のネタで表すと何ですか。これ難しいですね。トロか玉ですよ。どうですか。どういうイメージでしょうか。まず玉はね、はい、やっぱりそこのお寿司屋さんの、うん、まあ腕というか味というか、それを測ることができるっていうイメージですよ。はあはあはい、でトロはもうやっぱりもう脂っこくてね、はい、もうネタの中の王様の一人ですよ。うん、もうそういう位置づけですよね。王様ですね。はい、どうですか。だいぶ評論家に近づいてきたようです。やだやだ。小幌駅に降り立った我々にいきなり波乱。先行の貨物列車が鹿との衝突事故を起こしたため、17分遅れで運行しているという放送が入りました。しかし我々はこの放送で肝心の部分、鹿との衝突という言葉を聞き逃したため、心配度合いはマックスに。ではここでどのようにして聞き逃したのかをもう一度お送りしましょう。どうぞ。どうですか。という部分だけ海坊主さんの声がかき消していますね。これはノースアイランド500回記念にふさわしい大チョンボと言えそうです。チョンボをした海坊主さんは次のように語っております。私は良かれと思って言ったんですよ。今から来ますね的なことをね、言おうと思ったんです。ちょうどそこだけかき消えてますね。どうですか。ノースアイランド名物チョンボでございました。状況がわからないまま、いや分かったはずなのにわからないまま、我々は駅の周辺を探検します。まずは小幌海岸へ向かう獣道、4年前には選ばなかったもう一つのルートを選んだのですが、そこでは我々にさらなる困難が待ち受けておりました。断崖絶壁を前に命の危険を感じながら進む2人、急にこの旅は山場を迎えることとなります。続きをどうぞ。なんかいろいろ騒がしくなってきましたね。これが17分遅れですか。あ、まだ、あ、でもまだ45分のやつだもんね。そうだから4時過ぎんの。40分のだからまあ4時ぐらいに来るなっていうことなんだね。タバコの跡とかすごいね。なんかゴミはね、うん、持ってってほしい ね、 そうですね。せっかくの自然なんだからね。じゃあ先に上行ってみます。そうだね、未知の、うん、どうせだから未知の場所から行きます。4年前との違いを見るためにもまずは行ったことないところを。未知のね、はい、ちょっとじゃあちょっと一瞬待ってもらっていいですか。あ、反対来た。
気づかなかったことが今判明したんですけど、はい、あれよく見る貨物列車じゃないですか、はいはい、さっきも、はい、あの要は衝突とかが起きたらしい貨物列車も同じ方だったじゃないですか、はい、あれの一番前の要は機関車って名前、はい、レッドベアなんですね。見ました、僕もレッドベア見ましたよ。4年前気づかなかったんですけど、レッドベアなんですね、あれ。よりにもよってレッドベアと。なんて名前を。なんて名前つけてんだよ。センスがね。もうちょっとさ、考えてほしいよね。こういうところに僕らが今いるんだからさ、今までさ、連想させる名前をね、そういうのを考慮してるね、レッドベア。あんにさ、ベアとか名前をね、つけんじゃねえよっていうね。では、今何時だっけ、4時前。そうですね、35時です。はい。では、今から、未知の、未知との遭遇じゃなくて、未知の場所に行きます。ここ4年前知らなかったね。なんか、うちらが前行ったのは左側だよね。そうですね。これ抜けたらどこ行くんだ。どこに行くんですね。行くしかないね。そうですね。4年ぶりに行きますか、とりあえず景気づけに。そうですね。今から人が通りますよ。今から人が通りますよ。なんでこれいつもさ、僕が先頭なの。いつもいつも。何の話してる。なんでさ、はい、僕はこういう時に常に先陣を切るの、はい、代表ですから。代表は何、死んでいいってことなの。死んでいいって言ってるじゃん、先陣を切るものだっていう。先陣を切ってさっきのあれだよ、あの捜査官の時もそうだけれども、先陣を切って殉職してんじゃねえかよ。だって痛いし。早速さっきの捜査官の時は、うん、先陣を切ってたんですけど、うん、流れ玉に当たった。当たった。先陣はちゃんと捜査官が切ったんですけど、うん、流れ玉に当たったんです。何なんすかもう。あーもうこの雰囲気やだよこれ。いやそうだそうだ、道わかんねえんだった。またレッドベアだ。もうレッドベアばっかり、ここレッドベアばっかり来る。ちょっとずいぶんゆっくり走ってるんですよ。そうですね、やっぱりなんかあったんだよ。なんかあったんだって。絶対っやっぱりあれですね。え、すぐ崖ですね。本当だ。あ、これよく見てなかった今、はい、ね、危ないですよ。この小声ですよこれ。足これ、はい、ね、前と同じですわ。細いよ。両足のこれね、横一歩でも踏み外したら危ないですよこれ。柔らかいして地盤が緩いよこれ。雨降ったから僕抜かれてるの嫌だなって思ってたんですよ。やばいってこれ。もうなんで俺先陣切ってんだよあいつは。言ってるでしょ。俺何の探検隊の俺。俺スタッパなんだよ。スタッパです。大丈夫だから先陣切ってください。あの探検隊シリーズだって結局カメラとか前言ってたで。え？何の話ですか。気をつけてください。気をつけてください。うわ、ほんと左側危なっ。危なっ。崩れた後じゃんこれ。こっち行っていい方なんですか。大丈夫ですか。多分こっちは、はい、あれです、あの小幌仙人の住居があった後に続いてる道ですこれ、はい、あーなるほど。てか危ない、ここほんとに。だけどあっちもっと危なかったんじゃない。そうか、もっとなんか狭かったし危なかったよね。あっち行って。そうですね。何これ。あ、ひもろかけてると思ったから。もう切られてんじゃん。何これ。こっちいいんですか本当に。大丈夫な方なの。大丈夫なの。今から人が通りますよ。大丈夫なの？こっち。こっち大丈夫？こっち大丈夫？おお。え？今ぬるんてる。地面が。あ、地面がね。地面が沈む。沈むよね。沈む地面。波高。大丈夫本当に。
いや4年ぶり来たけど何これ、いやいや何この人工物もよくわかんないし、何このホースえなんか全然わかんないし、こっちこっち来て大丈夫だもんなこっちなんか前のあそこより怖いしなんか人工物がなんか微妙に人工物ばっかりだし、え、何こっちにはなんか違う人いるの、何どうして、大丈夫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 なんでもういきなり山場なんだよおい、近くで行ったじゃない、これ見てください、何このビリンガ、何これ何これ何このビリンガ、市民みたいだし大丈夫ですかこれ、大丈夫これ、このまま進んでって大丈夫ですかこれ、何前のあっちの方がまだなんとなくいろいろ分かったよ、得体の知れないものなかったよ、なんか喉がイズイズします、イズイズ今イズイズ、まだロープあるよ、何これ、何これ、罠、熊取りの罠行っていいですか本当これ、なんかあの実はあのロープだけれども赤外線とかセンサーあそこについてるとかないですだからなんでテロ入った瞬間ボーンとか爆発したりとかビービービーとかって鳴り出したりとかしないですか、大丈夫ですかこれ、あてるんで、ああダメだわ、ほら
あそこロープ張ってるから、こっからは危険なんですか？こっから先は、あ、ロープ張ってる、すげえ張ってる。危ねえ。崖だしね、ここね。あ、こっからは、下に繋がって、あ、違う違う違う。行くとこだ。ロープに伝ってる道だ、これ。むしろ。これ行く方ですか？これじゃあ、こっち側から。あ、海岸なんだ。はい、え、何繋がってんのこれ。危なっ、え、危なっ。え、危なっ、危なっこれ。危なっこれ。こっち急な方じゃないと。こっちの方が急なんだよ。反対、観音行く？観音側行きますか。これだって繋がってはいないもんね。きっと向こうには繋がってないと思います。別の方なんだよね、はい、だけどその岩がね、はい、すごいよね。岩すごいですね。これ名所なんじゃない？これはこれで。まあでしょうね。これでもこのまま帰ったらみんな怒るよね。僕は怒んないですよ。これも最近よく星に星に走るな。これ降りるべきじゃない？一旦傘ここに置いて。あ、そうだね、目印に。傘帰りなかったらどうしよう。じゃあちょっとチャレンジしましょうよ。で、途中であまりに難しいなって思ったら戻りましょう。はい、いきますよ。あ、軍手ね。軍手ないとそこ厳しくない。無理だわ、はい、ちょっと持ってて、僕がさっきなんだっけ、あそこなんだっけ、あそこなんだっけ、なんだよ、思い出すね。なんだっけ、ほらあそこだよ。里の駅だよ。てか軍手がねえ。ただとっ怖いんだって。叫んでないと平気が保てないんだよ。ノースアイランド、今回はここまででございます。まあ B 級旅バラエティという番組なんですけれどもね、この番組はね、ちょっとどちらかというと探検番組になりつつありますね今。そうですね。いやー怖かったんですよこれね。だいぶ過去に、はい、海坊主ひろしの、はいはい、もう探検隊シリーズありました、ね、っていうのがありました。はい、もうそんなの日じゃないですね。いや、皆さんはこれラジオだから、はい、分かりにくいかもしれないんですけど、はい、本当に死と隣り合わせの感覚だったんですよ。いや、独特の雰囲気です、うん、まあ、森の中、うん、にその人工物、謎の滑車、はい、カゴ、椅子っていうね。だからまず滑車とカゴの時点で何か他あれね、いうイメージしちゃいますよ。熊、何、うん、熊を捕獲するやつなのかなみたいな思ってるね。まあ、もしくはあとはそのなんか近くに井戸かなんかがあって、あ、なんかね、水をそうそう汲むためとかね、考えられますけど、ただあの雰囲気の中、ね、うん、いきなりナイフとかが上からザーっていうね。だからあそこに踏み込んだものをもう捕獲する、もしくはやる、うん、っていうイメージしかないから、もう歩いてかもう簡単に歩けないですよ、うん、あそこは。いや、なんか押したらねえ、やられんのかと思ったもんね。あ、なんかね、あとは下にこうロープかなんかが張ったりピーってなったりしたけど、ドワーンになったりとか、上からノコギリみたいなのがね。だから誰かがあそこにまだいるんじゃないかって思うような感じの雰囲気でしたね、あそこの場所は。で、ランダムにね、茂みというかね、はい、ランダムに動くから、はい、何かがいるような感じするしね。そうですね、なんか見られてる感覚がするしね。もう見られてる感覚しますね。何なんだあそこは。
あそこは行くべきところ、ね、それだけじゃなくて、まあ、たまたま雨をが降ったんでね、その直前までね、はいはい、ぬかるんでるの道が、ぬかるんでますね。それがまた恐怖感を煽りますよね。だから靴一足分あの踏み外したら死ぬんですよ。そうですね皆さんこれ分かっていただきたい。横にずれるとね、もうねぬかるんでるから落ちちゃいますから、もう止まらないんですよ、はい、一度滑ると。ええ、危ないですよ。ねえ、伝わりにくいかもしれませんけどもやたらワーキャー言う番組だなって思ったわけじゃないけどまああれがでもまあね、もうリアルな反応でございますから、リアクションでございます。なかなかあの説明をする余裕がなくなってきてるという、うん、だって一個一個説明してられないですもんね、うん、でこれ下に行くと小幌リゾートってまあ言われている海岸があるんですよね、うん、そこへ向かっている道なんですけれども、今後どういうルートを取ってそしてそこにたどり着くことができるのかというふうになりますが、まあ、急にまあこれ今回の旅の山場を迎えましたね。そうですね、まずなんかやっぱり行ってはいけない方向だったんじゃないかと思いますけど ね4年前に行かなかったルートに今回初めて行ってみたっていうね、はい、本当山場を迎えてますんで来週さらなる危険が2人を襲いかかるわけでございます、はい、なお YouTube でもノースアイランド見ることができます。ぜひあのね、その様子まさに、はい、見ることができます後日アップだと思いますけれどもね、よかったらご覧ください。来週もお楽しみに。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。ノースアイランドまた来週です。さようなら。